無意味に抑揚があるのって、ガラってんだけなんですよ。港区女子と大阪のオーバーハンドでは抑揚とかの思い出が違うんですよ。はい、どうも、こんにちは、マスターです。今日はですね、プレゼン上手になるコツ、まあ、べしゃり喋り上手になるコツってことなんですけれども、僕喋り上手なんですかね、知らないんですけれども。止まんないじゃないですか。それがね、面白いかどうかは別ですよね。ああ、なるほど。例えば、長い話してくださいって言われても、え？どういう？みたいな。確かに。森田先生と多分、ずっと対談してて、だって YouTube ってだいたい10分で決まってるから、10分で切りますけど、どうやろう？2時間とかいけんじゃないですか？一回も切らずにこれビデオ。でも2時間見てくれる人はいないんですよ、多分あんまりね。そう。まさにさ、いろんな知識があるから、そこに事例がポンって出てきたりとってするじゃないですか、よく。ああ、なるほど、なるほど。どこどこの会社はこうやし、はいはいはい。はいはい。アップルはこう、ジョビンゾスはこう。はい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 。そういうのがあるから、イメージしやすくて。ただただでも、本棚見てもらって分かるように、多種多様な本を、1日に、やっぱ5とか10とか触れるからじゃないですか。なるほど。やっぱなんかね、入ってんすよね。いっぱい。そこでやっぱこのお客さんへの、まあ、プレゼンが苦手、喋りがどうって、喋、まあ、りは別にこうね、雑談っていう意味じゃなくて、はいはい。ね、魅了するっていう意味で、まあ、そういう部分が苦手意識を持ってる方が、きっちり公式っぽく言っていくんだったら、プレゼンは一体何のための目的のプレゼンなのかっていうことはちゃんとはっきりさせておかないとね。ああ、その軸ですよね、言うたら。そう。YouTube とかでもバズったらバズったらって言うけど、バズって次のチャンネルに行かない、マネタイズができひんねんやったら、はい、そのバズったやつが高校生とかだったらいいですけど、もしそれでお金稼いでる人とかだったら、バズりをマネーに変えていかなくちゃいけないじゃないですか。だから結局ワンコンバージョンをできるだけ早い時間で投げ銭でとかって、ね、あの前田裕二さんじゃないですけれども、はいはいはい、っていうのが目的になってくるじゃないですか。僕自身も、結局プレゼンをなぜ上手にしなくちゃいけないかって言ったら、お客さんたちを増やしていきたいから、うんうんうん、お客さんたちができるだけこいつ金払う価値あるなっていうふうに思ってもらえるような話をしなくちゃいけないし、あ、今ですごい腑に落ちましたとかって言われて、結局のところ腑に落ちたとしても最高、金払ってもらわなければプレゼンなんて私たち上手でも何の仕方もないんですよね。意味がないっつうか。確かに確かに。でも、じゃあ、そうするためにどうすればいいかって言ったら繰り返しになりますけど、まず自分たちからゴールから逆算していた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。僕は話を上手になろうと思って、自分で上手って言ったら、ね、寒いですけど、ただ、止まらないのはなぜかって言ったら、やっぱり体中にマテリアルというか、そういう材料が入ってますよね。そうですよね。なので。あ、こういう話だって、あ、こんな話だったな、みたいな、そういうことですよね。事例なんて特にいいんじゃない？例えば、自分たちと同じぐらいの規模で頑張っている同業種の人たちで、同じような地域で自分たちよりも最悪の状態から始めていって、ものすごくうまくやっていったっていうのは、MST マスター塾からしてみたら死ぬほど事例入ってますよね、考えの中にね。そう。だから仮もんじゃないんですよ。やってきた結果なんで、それは事例として出ますけれども、でも結局のところは、まあこれみんな話してるからあれですけれども、あなたたち一体何が欲しいんですかっていうところの企画から始まっていかないと、プレゼンも上手になりようがないですよね。ああ、なるほど。喋りが苦手だから、どう喋るかっていうことばっかり、自分のことばっかり考えてるけども、お客さんの目線っていうようなところですかね。面白く話するのはいいんですけど、面白がってくれる人間たちにどういうふうに行動させるっていうのは結局コピーなんですよね。どういうふうにさせることがこの喋りの目的っていうのがやっぱりあると思いますし、僕なんかは塾とかコンサルとかでこうやってやっぱり喋るんですけど、なんでそれができるんかって言ったら、結局さ、面白くないと途中で帰られたらセールスできひんくなるし、面白くさせるためにはちょっと面白おかしくやったりするよね。言ったりとか。そう。何も、それは何もなんですけど、そのクオリティみたいな。そう。飽き残させないようにお話しするためには、いろんな人たちのいろんなリズムといろんな話題を
やっぱり体の中に入れることだと思いますよ。僕、最も話の上手な人間で、やっぱりビジネスのプレゼン、誰が上手かって言ったら、今も昔もやっぱりスティーブ・ジョブズさんなんですよ。あの商品説明会っていうのは、やっぱすごいんですよ、僕も。じゃあ、ああいうのを見ていて、どう感じながら聞くのがおすすめですか？自分の感情がどこで動いてんのかをちゃんと紙で分析しながら、14分、16秒の時に iPhone って言ってるみたいな。そう。iPhone、Phone、Phone、なんか、フォト、Phone とかつって、何回も電話って3回は言うんですけれども、あ、大事なこと3回言ってる。あ、電話って言いたいんだ。14分、16秒とか。そういうことやっぱ書くんですよ。だから、自分が映画とかを見ていても勉強になるのは、あ、俺、はいはい、このセリフ、これが出てきたから、ここで感動して涙が出たんだなっていうことも、映画も全て含めて、僕からしてみたら、周りの人たちが遊んで YouTube 見てるんでしょってことを、どこでフックかかってんねん。これタイトルどれ入っていったんかな。朝倉未来、何回喧嘩してるやろなとか、見ながら、なんでこれ僕見たくなったのかなっていうのを、別にあんな朝倉未来さんとかプレゼンをやってるわけじゃなくて、ただ喋ってることとか、ただみんな素人の人たちと喧嘩やっていって、勝てるかどうかって殴り合いを何回再生とかでやってるわけですけれども、なんで入っていたのかなっていう理由だったりとかをやったりするのもプレゼンが上達する一つのコツなんじゃないかなと思いますけれども、あとは、やっぱりさっきも言いましたけど、話が上手い人たちの話をいっぱい聞くことだと思いますよ。うんうん、僕、この人の、僕、関西人でよかったなと、マリオ先生も関西人ですけど、はい、こ関西人でよかったなと思うのは、漫才の面白さは、関東人よりも、アメリカ人はやっぱ関西人が一番染みますよ。あ、特に、まっちゃんとか、島田、引退されましたけど、島田紳助さんのこの話とかは、僕、あの二人の話を超えていく話なんて、僕、ないと思いますもん。ピンで行くんだったら、この人のリズム最高だと思うのは、やっぱり、明石家さんまさんなんですよ。あ、このね、の知ってて笑っちゃうのは何って感じなんですよ。うん、絶対来るの知ってるやん。けれども僕やっぱり YouTube だったりとか、特に DVD とか買ってもやっぱり行きましたけど、はい、こう引っ張って引っ張って引っ張って落としていくって何なんだろう。これって販売も一緒だなって。早よ言えよ、来るの知ってんねんから、売るの知ってんねんから、早よ来いよ。まだ来いよ。僕、こういうのないんだよ。意外にこういうなんて、関東人って、こういうのかとかってならないですよ。関西人特有なんですよね。落ちないんかいとかっつって、もう謙遜してる、しろよとかね。そういう突っ込み、より突っ込みも含めて、やっぱり芸人の人たちのリズムっていうのはすごいいいと思う。僕、すごい個人的な話ですけども、ダウンタウンとか、安来よとか超えていくような漫才師って、まだ出てきてないなって個人的に思ってるんですよ。よく、ブラマヨとか、はい、中川家さんとかが、結構、第二のダウンタウンとか安来よとか言われてますけど、絶対違うなと思ってるんですよね。ダウンタウンの漫才やっぱ最強なんですよ。昔の、あの人たちが18歳とか20歳やってるようなとかって、もう全然、もう格が違うんですよ。感情が動くから商品を買う。でね、こう。あると思うんですけど、まあ、行動してしまうというか、どこで自分が聞き手となって、絶対あります。ね、感情が動いたのかっていうふうなところの、まあ、落とし込みをしないことには、それはインプットしなければ喋るもしないで。ただただね、無意味に抑揚があるのって、ガラってんだけなんですよ。おでやーみたいな。そう。みんな死にかかった。そう。みんな見に行こうなったと思うの。で、これって抑揚があるんですけど、やかましいだけなんですよ。確かに。音域っていうのがあって、聞きやすい音域って、絶対、港区女子と大阪のオーバーハンドや吉野とかの音域が違うんですよ。港区女子と鶴橋のオーバーハンドとかって、同じ女子ではあるけど、そもそも音域が違うから、じゃあその人たちにどういう風に響かせるために、どこを大きくしていて、どこをひそひそ言っていてとかって、リズムを作っていかなくちゃいけないんですよ。これは本当に、むちゃくちゃマニアックな話になりますけど、S 字曲線を作っていく音域っていうのは、人を F 分の1の揺らぎに委ねていくんですよ。ああ、揺らがせる。はいはい、F 分の1で。不規則だと思わせるリズムの中に規則性を思わせるような音域っていうのは、すごく人を引きつけていくんですよ。そう。でもそこには確実に不定理というか、不一致というか、あんまり定まっていないリズムがそこに含まれてっていうのが、
一定のリズムとして生まれていく。さざ波のように、ろうそくのように。揺らいでるけれども最後には必ず散っていくっていう、その答えがわかる。これはヒーローズジャーニーも全く一緒で。はい。人それぞれストーリーが違うように見えて、違うのは名前だけ。全部同じ抑揚で、最後衰退をしていく。クロージングってまさに、クロージングって閉じていくって意味なんですから、本当は、そこで売れるんですから、オープンもしていかなくちゃいけないんですけど、この衰退のレベルの時に、どういうふうなクローズクエスチョンだったりとか、クローズトークをしていくかっていうのは、ものすごく研究対象として、これはもうスティーブ・ジョブズさんの、脅威のプレゼンっていう本を、岡村さんって、岡村仁さんが書いてる脅威のプレゼンテーションの本もそうですけれども、プラス、ジョブズさんのトークを、これはもう悪いけど、100回は見るべきです、やっぱり。なぜそうなるのか。なぜここで全世界の iPhone を買ってしまったのかっていうことを、やっぱりやらないと、その辺のリズムっていうのは上手にならへんっていうところか、プレゼンは上手にならへんし、物は売れないままだと思います。そういう意味では、やっぱり僕はそういうところは研究家かもしれません。もしかすると。抑揚をつけたりだったりとか、骨なんでやねんみたいなとかっていうのは、もう視聴者さんも編集者さんも死に方がいい。そう。だから、そういう、やかましいだけではない抑揚のつけ方っていうのを、リズムとして学んでいくっていうのは、これになる秘密だというふうには思います。ぜひですね、研究して、皆さん、プレゼン上手になってみてください。できませんけれども。はい。